アーサー・フィンドレーは、イギリスの著作家、会計士、株式仲買人、エセックスの治安判事であり、スピリチュアリズムの歴史における重要な人物でもある。彼は、サイキックニュース誌の共同創刊者や、国際心霊研究所の創設者を務めた。彼の遺言で、彼のスタンステッドホールの家は、スピリチュアリスツ・ナショナル・ユニオンに託された。17歳の頃、彼は、比較宗教学の分野に興味を持つが、忠実なキリスト教徒であった彼の両親に反対され、その主題に関する彼の本は焼かれてしまった。1913年に彼は赤十字社での組織的な活動により、大英帝国勲章の団員のタイトルを受章した。1918年にフィンドレーはグラスゴーのスピリチュアリストチャーチにて直接、霊言霊媒のジョン・カンベル・スローンがいる降霊会に参加した。次の5年間にフィンドレーは多くの霊媒の自宅で開かれる降霊会に参加し、霊の声がスローンの媒介により話されていると納得するようになった。しかし、心霊現象研究者のマルコム・バードは、スローンを調査し、聞こえたすべての声は、霊媒が通常の方法でラッパに向かって話すことにより、作られるのは疑いないと書いた。フィンドレーは1920年に、グラスゴー心霊研究協会を設立した。1923年に彼は、スコットランド国教会による、心霊現象の調査に参加した。同年に彼は退職し、イングランドのスタンステッドマウントフィーチェットにあるスタンステッドホールを購入した。1932年に彼はハンネン・スワッファーやモーリス・バーバネルと共にスピリチュアリスト新聞のサイキックニューズ誌の創刊者の一人となった。彼は国際心霊研究所の設立に関わり所長となった。彼はまたエディンバラ心霊研究会の名誉会員や国際スピリチュアリスト連合の名誉会長にもなった。彼の遺言で、彼は、スタンステッドホールを心霊科学の進歩のための学校として、スピリチュアリスツ・ナショナル・ユニオンへ残した。彼にちなみ、アーサー・フィンドレー・カレッジ・オブ・サイキック・サイエンスと名付けられている。ありがとうございます。